園内ではおよそ360本あるすべての松に藁で作ったコモが巻きつけられていきましたコモ巻きは松の害虫、松枯葉の幼虫が冬を越すために木から地面に降りる習性を利用しコモに誘い込んで駆除するための作業です作業員は高さ1.5メートルあたりの位置にコモを巻き荒縄で縛っていきました今日うは24世紀で 霜が降り始める時期とされる、走行です。今朝の広島市中区の最低気温は、十三点三度で、平年並みでした。いいです。あ、いいです。すごくいいです。暑くもなく、寒くもなく。くなくはい。過ごしやすいです。でね、はい。こもは、来年三月初めの、平日の日に取り外されるということです。